本作の通信対戦ですが、世界中の、ユーザー同士が、自分の好きなキャラクターを使って対戦することができます。その使用できるキャラクターは、一人用モードの、アルティメットアドベンチャーモードをですね、のドラマを進めて、もらうことによってどんどんキャラクターが解放されていきます。そういうことでですね、ドラマーモード、アルティメットアドベンチャーモードを進めていただけばいただくほど、その後、オンライン対戦で、使用できるキャラクターが増えていきますので、より充実した、対戦というものを、全世界のユーザー様同士で楽しんでいただくことができます。息を合わせてっていうのと、あともう一個言うと、今回通信プレイ、ネットワーク対戦ができるんで、そこでの、各キャラクターが対戦キャラクター同士でそのバトルが終わった後に You are weak 結構いろいろそういうセリフを集めて戦って、ネットワークで終わった時にそういうセリフをキャラクターが喋られると、わ、そんなセリフこの人持ってんだっていう風な差別化もできるようにしてます。 The foolish thing here is your reckless heart which dares to challenge the Uchiha。はい、バトルの進化しているポイントですが、本作では、仲間との、連携というものを、コンセプトに、システムを強化してまいりました。前作では、ボタンを押すことによって仲間が、バトルに参加してきてくれて、術を使ってくれたりとかしてたんですけども、今回は、ゲームの、中にある、条件を満たすことによって、仲間が自発的にバトルに参加してきてくれて、より、自分が勝ちやすくなる。もう見た瞬間にその迫力とか凄さっていうのは、分かるゲームになってると思いますので、一目見て一回、触れるともうきっと、とりこになってもらえると思うので、ぜひ、期待してください。